本当にいろんな思いが駆け巡りました。すごい夢のような時間だったし、懐かしいピッチから見る光景で、ようやくみんなになんかただいまって言えるなっていうふうにも思いました。まあ、とはいえ試合が緊迫した状況だったので、絶対に失点しないで終えようという冷静な気持ちで臨めましたね。10年間本当にいろんなことがあって、まあ上げていったらキリがないんですけど、楽しいことだけじゃなく辛いこと、感動したり、本当にたくさんの時間をみんなと一緒に過ごすことができて、本当にアルビレックスに新潟に来れて本当に幸せでした。これからもアルビレックスはまたアルビレックスらしくみんなで、夢に向かって頑張っていってほしいです。まあ、野座も野座らしくまたこれからも頑張っていきたいと思います。10年間ありがとうございました。